かって音が鳴ります。聞こえませんかね。こんな感じです。で、これをちょっとまた誰かお友達を一人ステージに上がって光ります。帽子は光りません。ほっぺたはかすかに光りました。すごいね。これを使って今からいろんな実験をしますが、金属のスプーン、これ光ると思いますか。光る光る光るってみんな言ってるから、ちょっとこれ触って、光りました。音も出ました。ちなみにこれね、全然ビリビリしてませんから大丈夫ですよ。なんかこう電気流れて痛いん違うかなって、全然心配いりません。じゃあプラスチックのスプーンは曲がります、曲がるんじゃないや、光りますか光りませんか。光らない。はい、やってみましょう。はい、光りません。じゃあ木は光りますか光りませんか。光らない。はい、光らないね。どうも金属の時だけ光るみたいです。電気が流れる。る？ない。はい、やってみましょう。光ります。キュウリは光るのね。これはもう今日は難しいこと言いません。中学校になったらね、イオンっていうものを勉強するからね。ちょっとこういう、なんかめっちゃ喜んでますね。キュウリすごい気に入ってくれたみたいです。こんな光りますね。これは金属なので電子というものがここたくさんいますから光ります。はい、ありがとうございます。